ったら書ける言葉で書こう。宮崎中央新聞西谷編集長お願いします。誰かの思いがあるんですよ。僕はものづくりをする人なんです。命が出てしまった先祖だ。大きな拍手でお願いください。お願いします。一人ぼっちだったっていうことを世の中に話をし始めたので、見てくれている人がいるだけで人って救われるんだな。この100年後の子供たちにラブレターを届けるために。自由に喋ってください。試されてる。